どうも皆さん、千年先の未来に着物を残すため着付け師から寝起き着物スタイリストになったミシェルユイです。今日はですね、なんかね、もう11月も半ばを過ぎたんですが不思議なことに最高気温本日なんと24度、そんな暖かい気候ではありますが、冬のね、着物の冬の防寒対策について今日はおしゃべりしていこうと思っています。で、今回2本仕立てになるんですけど、まずこの動画では、インナーとかあと小物類でどうやって防寒できるかっていうのを着物用専用の道具だけじゃなくて洋服とか普段洋装で着ているものの使えるアイテムとかを紹介しながら、行こうと思っているので、ぜひぜひ参考にしていってください。皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、冬の防寒対策についていくつかお話ししていくんですけど、今回はインナーとあと小物類ですね、なんかその辺を紹介していこうと思います。ちょっと物はないんですけど、トークだけでお話ししていこうと思います。で、そうだな、最初はね、まず着物を着る時の順番通りですね、足元、足袋のお話からしていこうと思うんですけど、まず足元ですね、足袋ですよ、足袋。私実は足首が出るのがめちゃめちゃ苦手で、普段真冬に着物をかっちり着なくていいのであれば基本的には草履とかでお出かけすることはないです。ほとんどブーツ履いてきます、寒がりなんでね。ただ毎年お正月にお正月明けかな、帝国ホテルでねやっているイベントに行くときは必ず着物をちゃんと着ていこうって勝手に自分で決めてるので、その時は足袋に草履を履いてお出かけするようにはしてるんですけど、その時にですね、履物、草履の方じゃなくて足袋ですねの中というのかなは、基本的には足袋とは別に、なんていうんだっけ、足袋ソックスっていうのかなを中に実は1枚プラスで入って、でそれでさらに足袋を履くみたいな形をとってよくお出かけしてます。で調べると出てくるんですけど、足袋ってなんていうの、足袋の中に履く用の足袋を作っている、あれは呉服会社のかな、和服業界の会社さんがあったりと、結構足袋の重ね履きって実は定番で、逆に足袋のカバー、この普通の足袋のさらに上から、着れる足袋カバー、それは汚れを防止する目的とかもあるんですけど、そういうふうにですね、足袋を重ね履きして防寒するっていうのは結構、定番、知らない人はそうなんだって言うんですけど、アイテムとしても存在するぐらい、定番でよくあるものです。それからですね、足袋も実は冬用っていうのもちゃんとあって、中がなんていうのかな、ちょっとモコモコとした冬の生地になってたりとか、最近だとねフリース生地って書いてあるのとかもあるので、その辺はいろいろと調べてみて、冬用のものが用意できるんであればそれを用意した方があったかいと思います。はい、それからですね、足元からそのまま行けますと、これはもうね、普段着物着る人の超定番と言ってもいいんじゃないでしょうか。レギンスを履くっていうのはもう欠かせないアイテムにすっかりなったんじゃないですかね。それはもう腰巻きの下っていうよりも着物の下着のさらに下にもう一枚履くっていう意味で、レギンスを中に履くっていう人はすごく昔に比べて増えたように感じています。昔はねスパッツとか行って、持ってきてねって、私のね成人式の頃はまだレギンスじゃなかった気がする、スパッツって言ってたかな、レギンスって言ってたかな、そのぐらい、昔から下にもう一枚履くっていうので、レギンスは定番アイテムでした。でね、足袋を履かなきゃいけないから足先はねやっぱりこうなんていうの出てて、そこから足袋を履くみたいな
ことが必要なので、タイツではなくてレギンスを履くっていうのが定番ですね。でもちろんブーツ履くとき私は結構タイツとかを履いたりもしてるんですけど、どうしてもねちゃんと草履を履きたいっていう人はレギンスは、まあこれはね日常的に着物を着ている人なら割と当たり前のアイテムであるのかなと思います。それからですね、着物の専用のアイテムとして実は着物ストッキングっていう名前だったかな、なんか本当にねストッキングみたいな生地でふくらはぎの部分だけの長さだからタイツには実際にはなってないんですけど、ストッキング足先だけなんだけどこう筒状になってて、でちょっとね足を引っ掛けられるように、トレンカーってわかるかな、レギンスでちょっとねこの足のここなんていうのこの下のね部分がだけが出るような構造になってるのがあるんですけど、そんな感じでねちょっと後ろの部分だけ足の後ろだけ出るちょっとね写真とか用意もしできたら準備します。なんかねそういう風に、着物専用の、着物ストッキングっていうのがあったりもするので、結構ね足首周りの、アイテムは多いし、ここあったかくするととってもあったかいのでぜひぜひやってみてください。はい、それからですね、あとはこのままね下から来て上に行くんですけど、もう中のインナーですよね、着物用の下着のさらに中に何を着るって言ったら、これはこれももう本当定番な気がします。ヒートテックを着るとか、昔だったらババシャツと呼ばれるものを私成人式の時に持ってきた方がいいよと言われました。なんで今日とかは私はこんな感じで普通の黒の T シャツなんですけど、こうお袖から出るぐらいの長さですけど、清掃とかをする時であれば、七分丈とか五分丈の、そういうインナーですね、本当にちょっと防寒兼インナーのアイテムを中に着て、でそこからさらに、着物用の下着を着て、で着物を着るみたいなのもこれも割と定番だと思います。でその下着そういう防寒用のねインナーの選び方のポイントとしては、まずこの首周り、女の子の場合は首周りがね大きく開いているタイプのもので、特に後ろ後ろをね抜く、特にいっぱい抜きたい人とかはここがから後ろからねこの襟の後ろの部分からその下着が見えるとかっこ悪いので、それが見えないぐらい大きく開いているものを選ぶか、もしくはこれも結構よくあるんですけど後ろ前逆にしちゃう。で、清掃とかだったら特にねここ結構きっちり締めるので、そこをガサガサ言ったかな今大丈夫かなここを締めるから、ここは割と詰まり気味でもいいんだけど後ろを開けたいっていうことで、ガツッと大きく開ける開いたものがない場合は後ろ前を逆にして着るっていうことがあったりとか、あとね T シャツとかそういう下着をもう和服用と決めたものを襟周りね切っちゃう人、もう縦にハサミ入れてでこう広げちゃう人とかも実は、いたりします。ここまで別にやらなくてもいいんですけど、もうこれは和服の時専用って決めてそういう風に使ってる人なんかもいます。で男性だったら V ネックですね、やっぱりここがこう前がしっかりとこの部分を開けるで後ろは詰めて切るのでそんなに気にならないけど、 V ネックにするととても和服は着やすいと思います。はい、そしたらね今まではちょっとインナー系だったんですけど、ここからはあとはちょっと最後に履物とあとね手袋が実はポイントがあるなと思うのでお話したいんですけど、まず足袋ですね。足袋じゃないよ、ごめん。草履ですね。さっき言ったように私寒い時はもうブーツに逃げることが多いんですけど、しっかりと草履を履きたいという人は実は冬用の草履なんかもあります。足先のねこう親指と人差し指でこうねつまんで、ここからもうてかもう全部ですね、足がほぼむき出しだと思うんですけど、ここの部分にこうカバーみたいのがあって、そこに毛皮がついているものとか、
が実は売ってたりはするんですよ。ただまあそこまでその主流ではないので、それをわざわざ買うかどうかはご自身の判断にお任せしますが、まあそういうアイテムがあるので、そこまでもう全部揃えるっていう人とかは、そういうちゃんと冬用に防寒の対策がされた履物があるので、そういうのをぜひぜひ探してみてください。でね、一個地下旅という一応、まあ、提案程度ですけどチョイスがあるにはあるんですが、あれはね一応足元の全体がむき出しではないんですけど、それでもまあ、私はブーツも履いているせいもあって、地下旅ってすごく地面に近いんですよ。だからね、この下からの冷気が結構ヒヤッとくるので、個人的にはあんまりその防寒という意味で地下旅はおすすめはしないかな。ただ日常着物で合う履物がなくて足むき出しで寒いって思う人は一回こう履き比べとかしてみるといいと思います。あとね、これは今どこにあるんだろう、それはね結構いいお値段がした。で結構でも有名だったんだけど、旅に親指のところだけ分かれている、なんていうの、こう足袋みたいになってるブーツっていうのを作ってるところがありました。それもやっぱり和装関連のものも取り扱ってるような、ちょっとファッション系のおしゃれな感じのねお店にあったんですけど、そういう一応足袋履いても履けそうなブーツとかを扱ってるところもあったので、その辺はちょっと検索をして、ちょっと面白いアイテムを探してみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、最後にですねお話ししたいのが手袋手袋なんですけど、まあこれは私個人的におすすめなのが長さがあるもの、ちょっと今日持ってないんだけど、こんぐらいまで、ここ腕ね、ここは腕なんだけど、ここぐらいのね長さまである手袋をすると本当にだいぶ、防寒としては優秀になります。多分洋服でも同じなんですけど、とにかくこう隙間がないようにするのがいいんですけど、着物ってこういう、こう穴が大きいんですよね。洋服ってね結構こうペタってくっついているものとかもあったり、あとここにこのなんていうんですか、お袖の部分にゴムがあったりするものがあるんで、こう寒い外気が入らないんですけど、洋服と違ってね、着物っていうのはここにこう防ぐためのなんていうんですか、装備がないので、だからもう手袋しちゃう、しかも長いものをするみたいな、でこう外気が入ってきても身を守れるようにっていう意味で、結構長めの手袋おすすめです。で、まあ、短くてもいいんですけど、私はもうとにかく長めを着るみたいな。でまあヒートテックとかをもし中に着てればもうそれで隙間なくなりますよね。こう7分だったとしてもここまであれば、なんで手袋の長めおすすめなんで、ぜひぜひ試してみてください。で長い手袋ってちょっとなんかねおしゃれな感じ、なんて言ったらいいのかな、ちょっとねお品がいい感じになるので、着物との相性もいいので、ぜひぜひ皆様一度試してみてください。はい、ということでね、いろいろとね、冬のね着物の防寒対策について、今回はインナーとあとはね小物類ですねについてちょっといろいろおしゃべりしてきました。参考にぜひしていただいてね、これからどんどん冬に向かっていくと思うので、対策してみてください。それで、この後ねもう1本、もう2本だなちょっと今1個忘れてました。もう2本取ります。で、1個は普通にちょっとこのボディを使ってやろうかなと思ってるんですけど、このボディを使って着物のいわゆるコートですね、でインナーではなく外でこうコートとかショールとかそういうのの使い方というか、こういう組み合わせありなんですよ実はみたいなちょっとお話をしたいので、まずは、まあ、和装用の上着のスタイリング込みで、防寒の対策の仕方を一つと、もう一個はですね、まあ、私本当によく今日もそうしようと思ってるんですけど、洋装用のねコートでね実は
着れるものがね、私3枚ぐらい持ってるので、まあ、それをちょっと、それはまあこれがいいですよとは言えないような、あの古いアンティークのものとかヴィンテージっぽいものとかもあるので、何とも言えないですけど、ちょっとそれは参考にしてもらえたらなと思うので、その2本を撮るので、あの冬の防寒対策の動画引き続きアップするので、ぜひぜひ、そちらもチェックしてみてください。ということでね、この動画が参考になったっていう人は高評価、この後のね動画が気になるっていう人はチャンネル登録していってくれたらとっても嬉しいです。皆様、素敵な着物ライフお送りください。寝起き物スタイリストのミシェルユイでした。バイバイ。